しょうがないよ、あんた。痛くなっちゃった手が。かっこいい。かっこいい。自分で噛んだら自分で決めた方がいいんじゃない？あ？はあ、私も頭痛くなっちゃった。金はね、大変だから。私は生活をこのうち守っていかなくちゃだから。慎吾の35歳の人間のものまで払えねえよ、私は。悪いけど。とてもじゃねえけど。ね、なんか。かっこいいなぁ、これ。マジかっこいいな、これ。かっこいいなぁ。ほら、なんかあるよ、こんな店、何？いや、これかっこいいでしょ、これ。超かっこいいよ、これ。これめちゃめちゃかっこいいよ。超絶かっこいいじゃないですか、これ。かっこいいか。黒と白はどっちがいいんだ？いや、白の方がかっこいいんじゃない？あ、なんか書いてあるような。忍者さん、なんか。16年落ちだから16年前のってことでしょ？あ、16年前のやつな。うん。でもさ、別にさ、年月ってさ、うん、何なのって思うじゃん、うん、だってワインだったらさ、寝かした方が高くなるんだよ。そりゃわかるけどさ、うん、いや車はね、だから置かせば置けば置くほど、うん、なんかちょっと大丈夫なのかなみたいな、錆びないかなみたいなことでしょ。でも逆にね、あのなんだチェイサーだって、うん、今になってまたその上がったんだよね、高騰したわけじゃん。もう販売してなくてあの車いいからみたいな、うん、ちょっとしたワインみたいな感覚もあるわけじゃん。チェイサーが止まってたらさ、うん、いい値で買いますからっつって3人来たいな、いろんな人。そうだよね、うん、だからなんでこんな古い車を高額で買うんかなと思って今すごい人気出てるらしいんだよ、マジで。あ、チェイサー、もう多分次これ来ると思うよ。次多分これ来ると思う。これ値上がりすると思う、次マジで。あ、そうかね。うん、黒バージョン、いや白のがかっこいいな。白のがかっこいい。 黒見せてよ。じゃあ黒はどういうか見せてよ、その黒。いやだって黒って言ったらまた探さないといけないんだよ。ああ、そうなん。これとはまただって中古なんて、そんなこれの黒バージョンの中古なんてまた都合よくなかなかないだろうから。ああ、そういうあれなんだ。うん、ああこれかっこいいよ。さっき黒があったからさ、うん、あ、出した人が黒を出さなきゃ買えないってこと？これめっちゃかっこ、見てこれ。これか、何？なんか、忍者さんの方が書いてあったよ、なんかほら、これか。さっと流れちゃうからわかんねえんだよ。そばいがねえと見えねえんだよな、字が。これかっこいいわ。いや、シーマは白だよね。絶対白だと思う、俺も。絶対白だと思う。絶対白だと思う。うん、これしかないなんて。絶対これじゃないよ、シーさん。知らねえよ、私は。
格好さが全然違うもん。中井さんが乗ってたんだ、これ。そう、中井正広と一緒なんだよ。まあ、これと型は違うらしいけど、うん、シーマっていうくくりでは一緒よ。うん、どうも。知らないよ、私は。悪いけど、こっち向けないでよ。顔が、おめえ、偉い顔してんだな。どうも。ナビも純正。あ、そこ、純正のナビなんだ。よくわかるね、そんな。車好きしかわかんなくない？これ、ナビが純正とか、よくわかるね。車好きしかわかんないよ。ナビがついてるん？よくわかったな。これか。あ、ナビ前ついてる、ほら。これ、ナビ純正なんだ、これ。これめちゃくちゃにするんだからね、看護イタリアね。いや、俺これ買ったら、これ買ったら俺全部片付けるよ。絶対な風にしないよ、俺は。あんた片付けられないって自分で言ったけど。いや、これならね、話は買ってくんですよ。いやいや、とんでもない。いやいや、とんでもない。いやいや、この部屋もこんだけ散らとんでもないっていう言葉にとんでもない、本当に。とんでもないをとんでもないで返すよ。これ買ったら変わるでしょ、やっぱ俺の価値観。これ買ったらもう散らかさないよ、絶対。うん。知らねえよ、そんなこと。これ買ったら散らかさないでしょ、どう考えても。これは、あれ何回？近いとこの？これ近い、めっちゃ近い。普通に自分で取ってこれる。で、車検してないやつだよね。車検はあるんだけど、3月だからもう切れるから、もうすぐしないといけない。ああ。だ実質だから、もう車検、これプラス車検料。ああ。これエラ乗ってないっつうことだよね。7.2 万キロだから全然乗ってないね。ああ。これじゃ車検も安いかね。まあ、わかんないけど、まあ、その20万、30万しないんじゃない、うん、?10 万前後とかなんじゃない、わかんないけど。うん、でも税金が8万でかいね。でも言ったって、俺の乗ってる車5万5千だからね。それからプラス3万ぐらいって考えたら。今乗ってる車。うん。でも税金が高いでしょ。いやだから、言うても年間3万ぐらい買うだけじゃん、今の車から。3万でかいよね。いや、でかいけど。でも月で割ったら3000とかじゃん。私はこの間あれだよね。1200円の、半袖のブラウス買おうかな、うん、もう先がないから買わないでよそうかなって迷って、うん、あでもいいや、1200円じゃ買おうかと思ってさ、買ったけどさ、1200円にも迷うよ、私。うん、私はね、だって生活回していかなくちゃ、私全部。電気料とか水道とか全部だから。ティッシュ、トイレットペーパー、全部でしょ。仕事が何も出さないからさ、生活費一銭よこすわけじゃないし、こと心の苦痛とさ、200万払わせられていくよね。参ってよ、あれじゃ。ほんと参ってよ。どうやって生活すべきかと思って。参ってよ、私は。悪いけど。あんたにはゴリゴリ。
なきゃ。ね。あなたみたいなだらしのない人間じゃ。ね。コンロとか何でもあのうちの周りに全部置いて。ね。クーラーボックスとかさ、みんな置いてあるじゃん、うちの周りに。ああいうの困るんだよね。バーベキューの網とかないくつも買ってさ。わし嫌なんだよね。私は、あんたが車がかっこいいとか、俺、私はうちがね、うちが大事な。ね。ああいうものを周りに置くの嫌いなの。ね。あんたが車かっこいいって汚したくなかったら、私もうちを汚したくない。ね。それが人間。ね。そうでしょ。私の方向けないでよ。顔がすごいから。もう疲れちゃってんだよ、私。いろんなことで。精神的に参ってんだよ。本当に。でも昨日の前いい夢見たのよ。藤木直人さんと一緒になる夢見た。藤井さん。若い頃。藤木直人がこれ乗ってきたことを考えて。見て。こう藤木直人がここに乗ってんだよ。どうかん。いないじゃない。いやいやいや、ここ。何？お、かっこいいな、おい。おい、ちょっと見せ。なんないね。こう、若い頃だよ。今の顔がいいよ。ほら、どうこれ。だから今の顔がいいね、これじゃなくて。これの今の顔がいいね。これどう？これ若い頃だと思うよ。おう、うん、これじゃない方がいい、顔が。どの顔がいい？頭がどうかおかしくなっちゃった。悪いけど頭がのぼせちゃった。もう血圧高くなってんだと思う。その顔じゃねえ方がいいけど。ほら、いや、これ以上ちっちゃくできないのか。これいいんじゃないの。こう若い頃だよ。わかんないな、これじゃできない。ほら見て。いいよ、若い頃で。どうも、ほらこれ。ああああ。若い頃の写真じゃなくて、今の写真がいいよ。なんでよ。俺が言うからよ、この顔。どれだよ。いろいろ写してみないじゃなきゃ、今の顔。いっぱい出たんべ、さっき。私の顔はいいんだよ、あんた。なんでこっち向けるの。今の検索してるから。なんか変なこう広告とかでさ、変なの出たらまずいからさ。版的画像がね。そうだね、この中で。今の顔っつったらそうだね。もうあれだね。これはニコニコ笑ってるね。これか、これか、これね。これもいいね。あ、いいね。これもいいね。あ、それいい、それいい。そうじゃね、違う方。さっき映した方。これいいね。ああ、いい男だね。ああ、いい男だ。ああ、いいね。こんないい男がいたら、振り返っちゃおうよ。どうよ、せいさん。ああ、いいんじゃない？
ほら、ああ。どう？ここ乗ってきたらこうやって。ああ。どいいじゃない？あんたじゃない人間が乗ってる。う？どう？かっいいこいいでしわょ？よ。かっこかいいでっしこょ？いい、かっこいい、かっこかっこいいでしょ？いい。うん。かっこいいでしょ？じゃあ、流星も乗せてみて。どう？早く。めんどくさいよ、こんな、いいじゃん。雑な流やつ。星、でも、流星は合わねえな。流星はお相撲さんの方だな。どっちかっそうつうそうと。そうそうそう。若いかんな。こっちでしょ。藤木直人ならこの車合うよね。流星ちゃんじゃ、ちょっと大人っぽいよね、これじゃ。見てください。かっこいいボディー、これいいですか、皆さん。これ、かっこいいボディー、これ。これ15万円だよ、これさ。15万ですよ、皆さん。高ネットババか。お？高ネットババだんべ。真似してんだんべ。高ネットババの。ね。どうだんべ。ジャイアントババかい。あ、そうだね。藤木直人なんかこういうの乗ると、ちょうど年代が合うかもしんないね。流星さんはちょっとこれじゃね、落ち着いてるから。かっこいいボディー、これ見て。やっぱり40いくつだね、これ乗るのはね。うん。40。藤木直人は47ぐらいだんべ。47、8。ね、流星君は24だから。24だから、お相撲さんの方だね。どっちかっていうと。じゃあ、お相撲さんに流星乗せてよ、今度。早く。もういいよ、そおの。相撲さんに流星乗せお相て。撲さんはやだ。だから、お相撲さんに流星乗せてみてって言うんだよ。どこだかもわかんないもんだって。何がわかんない。税金8万だって払えないでしょう、2年に1回。大変だよ、あんた、税8金は1万。年に1回だよ。あ、そうだっけ？うん。わけ？車検が2年に1回。そう、税金毎年かい？税金は毎年。あ、5月に。うん。じゃあ、固定資産税と同じだ。うん。それはきついね、8万払うのは。あんたみてに一銭もうち出さねえでよ。てめえの好きな子も言葉してりゃいいけどさ。こっちはそうじゃねえからよ。みんな払わなくちゃだからよ。私にはきついな、8万払うのは。かっこいいと思わないよ、吉江さん。見て、これ。こんなかっこいい車ないよ、吉江さん。私なんてあんた健康保険でおめえ14万か15万払ってるで1年間。あんたのおかげこんで。なかっこいい車なあいんでたしのおょかげで。冗談じゃねえでこっちは。こっちは年金暮らしなのに。冗談じゃねえであんた国民健康保険でよ。参っちゃうよ私は。見て、ほら、しかも、これ、ライトのとこ、ガトリングガンみたいになってるよ、これ、ほら。ああ、それで、関ちんこ、